はい、トップガントイックです。前回好評につきですね、またパート7のコツについてお話をします。好評っていうのはね、冗談ですけど、そういう声がね、コメントをオフにしてるので、ね、聞いてないんですけども、コツをね、もう一個お話をします。パート7の長文の一番最初にこういうのがありますよね。クエスチョン、例えばね、196から200、これトリプルパッセージなんですけどね、196から200、refer to the following email articles and report ということで、要は以下のこの3つの文章を参照してくださいっていうものなんですけど、これ、email article and report なので、文章がこうありますよね。そしたら、1番が email で、2番が article、で3番がレポート。こういう順番に並んでるっていうことなんですけど、これ意外と知らない人多いんですよね。なので、必ずここを読むようにしてください。これ絶対、これ本当に読まない人結構多いんですけど、いいですか？でですね、設問がいろいろあると思うんですけど、例えばこういう設問あると思うんですよ。What is implied in the article ね。そのアーティクルで何が、implied をほのめかすとかそういうことなんですか。何が言われてますかっていうことなんですよね。そしたら、アーティクルは、2番目ですよね。だから、ここを見れば答えられるってことです。いいですかね。こういうように、ここの順番で並んでるんだなっていうのは知っておくと、問題を解く時間がね、省かれるんですね。ここだけ見ればいいんだなっていうのが分かるので。なのでね、これは受験テクニックなものですね。実際これを教えて、本当に600台から800台に上がった人、当然これだけの問題ではないと思うんですけどね。これもかなり役に立ったということをお話聞いてますので、ぜひ試してみてください。以上になります。